ワイヤレスイヤホンを片耳なくしました日本語虎の巻はい始まりました日本語虎の巻巻子ですトラですこのポッドキャストは日本語教師の巻子とその息子高校生のトラでお送りしていますはいオープニングを変えてやっと帰この人が帰ってきました やっと帰ってきました。<laughs> はい。皆さん、最初の一言思い出してくださいね。何でしたかそうなんですよ。もね、ワイヤレスイヤホン、あれ前回かな前々回か。まあ、わかんないけど、忘れちゃったけど、なくしたんですよ。<laughs> 早速。多分買って3日ぐらいかな。はい。3日でなくしました。片耳ね、消えました。<laughs> やられないでししょ、うん、お,おかしいもんでスポーティファイにあの投票ポールを設けてたんですよまた。で、はい、まあ毎回やってるんですけど皆さん回答は当にご回答ありがとうございます。はい、はい、えっとでその回答ゃまず質問がワイヤレスイヤホン何日でなくすと思いますかえっと3日、はい、1週間以内。 あ、ごめん、違う1週間以内1週間1週間もっとずっとだったかなで誰も回答しなかっためっちゃ悲しいですね悲しいですね <laughs> ノーリアクションでした,た大変悲しいです多分みんななんか真実ってないんだなと思ってそんなそんなわけないでしょそんなにすぐにって思ったんだろうなと思うんだけど、はいあのね、これ多分我が家庭とか親族全員であったら全員があの1週間以内もしくは1週間 に投票してると思うっていうぐらいこの人はなくし者の神です。はい、もうバカなんで。なくし者の神様です。そうですね。で3日であの片方なくしたって聞いて、ほらねやっぱりねという私の予想した通りです。ASMR を夜聞きながら寝て、朝起きたら片耳がど片耳のイヤホンどっか行ってて、カソンドっかいっちゃったでしょ？いや違うんです今回。何？あね。 机の上に置いてたんですよそしたら次の日なくなってましたんか誰か来るのあなたの周りにはものを取りに来る真剣に猫とか入ってきたんじゃないか猫は多分いらない猫何イヤホンでんか聞きたいんだいや音楽何これみたいな感じでサタサタって来て口にくわえてこんなの食べたら病院だから猫たちが猫とか犬が食べたら。 いや分からんよマジでいやでもね本当に未まだに探してる頑張ってでも本当に絶対この家のどこかにあるから探せばある、ね、それはこの家のどこかっていうかあの部屋のどこかなんだろうけどいやそんなことはないもうあの部屋は多分ないなんで机の上に置いといてなくなるってじゃあどこに行くのよあそこにほんにあの部屋にはも,もう存在しなかったもんじゃあネズミかなんかがいてトム・ジェリー的なあのトム・ジェリーどっちだっけの、ね、あのジェリーねジェリーがテキテキテって来てそれを持って 穴にピピピピって入っていったマジであの謎の壁の穴ね、うん、いやーねその可能性高いよじゃあトモに来てもらってあそこから目でこうやって見てこれ撮ってもらわないと <laughs> はいまあそのバカな話は置いといてですねはいそうですねあの期末テストありましたね期末テストの間お休みしてたわけですけどあなんかがっかりした表情してるのでテストのことは 触れないことにします。ちょっと触れないでください。衝撃 <laughs> 泣きそうです。はい泣きそうだそうです。またでねその間あのミュウちゃんとは話してたわけですけどねみんなのアイドルミュウちゃんどこが <laughs> はい今でもね本当に俺らの中でも完全にアイドルって出た瞬間に頭にもうハテナが浮かんでかるね。<laughs> でも昨日みゆちゃんが送ってきたあの写真の中でみゆちゃん結構可愛かったじゃんいやの話周りがブスすぎるんだって <laughs> <う>じゃあそのブスの中でもみゆちゃんが可愛かったら別に可愛いんじゃないいやないな,なんかあっみゆちゃん可愛い方ほだ、ね、違う相対的それはね合コン理論なんですよ、うん、どういうことあの両,両脇にブス二人を連れてたら、うん、真ん中のやつは必然的に可愛く見えるだけなんです <laughs> 通常形態で並べてったらちょっと低いんですよ<ー>なんでそういうことなんですよ もうえげつなくブストを2人に両脇に置いたら絶対に自分が可愛くなるに決まってるんですよじゃあ別にあんなんたくさんいたらたくさんいて、はい、中心に写ってる子は確かに可愛かった何でさ<や>可愛い子って中心に写るんだろうねない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 でね何が言いたいかっていうとそうみゆちゃんのあそうですあの皆さん you YouTube 見てくださり本当にありがとうございますで私たちのアイコン まずちょっとさておき美ゆちゃんのアイコンが今回あの間に合わなかったというか2回だけだったので、はい、あの女の子の別のものを使ったんですけどかわいすぎて美ゆ、ね、ちゃんじゃないんですねあれ完全にすごい可愛い,い女の子を使っちゃって、うん、しかもなんか透明感のあるさえ。ね うちらもっとなんかさちょっとなんかわあっていうさちょっとおちゃらけの緩めなキャラクターなんだよね。だけどゆき、うん、ちゃんっていう女の子がねあれはあの、ね、デザインしてくれてるん、ねま、チプロデザイよ。ほん当にゆきちゃんっていうあの、ね、中学1年生今中学1年生の11歳。 12歳12歳の女の子が作ってくれてるんですよびっくりでしょすご,です,すごいうまいんですよ本当に15歳の俺より全然うまいですからね、まあ、あなたは特別下手くそだけどそういうこと言わないだけどさあのねそのみゆちゃんの絵もュゆちゃんじゃないけどュゆちゃんとして使ってる絵のアイコンもめちゃくちゃ綺麗で透明感があってかわいいプラスうちら私たちの絵もあの非常に本人に似ていて最近あのお母さんの絵変わったの知ってるかな ちょっと変わったんだけどよあのね何ゆきちゃんのお母さんが私の写真を見せてでゆきちゃんがまた改造したの新しいバージョンを作ってくれたの全部それが似すぎてて目がきついところとかあれ,あれはほがらかすぎるじゃあ最初のやつもっともっとさ違うよ違う違う <laughs> やばい人になったってちょっと待ってねじゃあ最初の最初のうち使ってたのは YouTube 用にねあれはじゃあほがらかすぎるでしょ今ねじゃあ変わったんだって これでしょほがらかどれどれだいぶねだいぶ近づいてそのゆきちゃんのお母さんもああもうこれねマッキーにしか見えないって言ってたもんマッキーって言われてるんですけど最初のほがらかなやつこれでしょこれでしょこれでしょあ<ー>これがほがらかであなんかいい感じに描いてくれた優しそうな顔ってなったんだけどあ後からゆきちゃんのお母さんがマッキーはこんな感じだよっていう写真を見せたらそしたらあのこれに変わりました。 いやほがらかなほがらかないかなりきつめだ<や>なんかなじゃあこれ見てんこれ笑ってる顔以外いいどれも全部怒ってるみたいな顔に見えるからあちょっと待ってきついな顔きついなって違うななんかいや絶対まだ全然そんな緩すぎ緩<か>すぎるじ実際の人物機嫌良すぎるそんなの<実>おかしいもんだだ絶対もっときついってもっとヤクザだって じゃだけどそれをそれをだからあの画像じゃないや映像とかそういうな YouTube 上とかのアニメーション出したらそんなチンピラみたいな人が出てきたらヤクザとかよろしくないのじゃあさあなたももっとさ不細工に書いてもらわなきゃダメじゃんなま,あまあまあ可愛らしく書いてもらってるであの何だったっけなそうゆきちゃんっていう女の子1一歳十2歳の女の子が書いてくれてるんですけどあのゲストの みちゃん2回のためにそれを美羽ちゃんの絵を描いてくれって頼むのもちょっとあれかなと思ったので勉強でなかなかね忙しかったりするので中学生なのでユキちゃんが前に描いた絵,絵から引っ張って何か使えるものはないかなと思って一番女の子で良さそう使えそうだったのがあの,絵あの画像だったんです。けどみちゃんに似似ても似つかない かなりミュちゃんからは遠い綺麗なミュちゃんミュちゃんにすごく綺麗に100年ぐらい水晶を磨き続けてピカピカにしたみたいな感じ100じゃ足りん、1万ちょいかかる 1>, か1万年ぐらい磨いた感じがあのあの絵でミュちゃんはも,もっともっと私たちの絵に近いもっとボサッとした感じボサ, <laughs> ボサッとボサこういう音って分かんないんだよねなんかもうちょっとあのなんだろう な田,田舎臭い子 <laughs> 田舎臭いなんだろうもっとあんな綺麗な感じじゃなくてもっと人間味のある <laughs> もっとね本当にでもあれちょっとクール系だったじゃんちょっとクール系の絵だったねあの絵ね俺と一緒だもん多分人種はもともとの誰みゆちゃんあみゆちゃんはもっとなんだろうねうん本当もっとなんかドロッとした絵が良かったんだけどな じゃあひどいこと言ってない今。<laughs> <laughs> じゃあミュウちゃんあんなクール系じゃないもん。絶対クールじゃない。でもあの絵見てミュウちゃんのあの声を聞くとなんかミュウちゃんがすごいクールでシュッとした中学生に聞こえてしまうかもしれないけどい、ね、全然違います。もうちょっとブスで,<然>でボテット <laughs> じゃん。じゃブスじゃないんだけどあのボテボテれかわいすぎるからブスとしてか言えんやん。日本人としてはちょっとポチャっとしてるかもしれないけど他の諸外国からすれば。 別に普通の普通,通常形態もっと一時期もっと太ってたっぽいけど痩せてたよ痩せてたっていうかそんな太ってなかったよまあ中学生とあれぐらいじゃないんだよいや俺もうちょっともうちょっとだった思うよまあとにかく<う>あ,のあの絵はあのかなりフェイクっていうかみゆちゃんじゃない感じの綺麗な絵を使ってしまいましたなのでみゆちゃんはみゆちゃんの悪口大会になってるよ ISS に送られるよいかんやだ,だよ あの話っそうでねそのみゆちゃんちのみゆちゃんちであれ撮った,撮ったんでちょっとねなんか喋り方が静かになってしまってなんだろう今ここでね撮ってる時ってリ,、まあ、リラックスしてたんだけどわーってこうやって2人で騒いで撮れるんだけどどうしてあの時ちょっと静かだ静かめに撮っちゃったの まあそれはュウちゃんの部屋だったっていうのもあってでなんか外であそこのあの家には大君もあとュウちゃんのお母さんもいたしあと1階におばあちゃんも住んでるんだけどなんか全員が聞いてるんじゃないかとか入ってくるんじゃないかとか何かいろいろ気にしてたらちょっと最初ねあんまり盛り上げた声を出せなかったのちょっとねだから前々回のエピソードね静かなの。 だからね、ちょっと面白くない自分でも思ったちょっと静かだなって。けどそ,うそのハプニングがすごくてあの家はあのポッドキャスト日本ってそんなポッドキャストってねなんかあんま聞かれてないから、うん、だからなんかラジオがポッドキャストにも変化されてなんかリリースされてるってことが多くてポッドキャスト自体ってあんまりアメリカとか他の外国ほど。 多くなくなてまあ、ね、だから知らないのよみんなポッドキャストってで優ちゃんはギリギリアメ,アメリカ人半分入ってるから知ってるし別にハーフじゃないですよ別に彼女はそうそう、まあ住,んでうん、住んでる歴はすごい長いってだけなんでああでも話聞いてるともう半分ハーフみたいな感じだった、うん、だって何歳から言ってるっけ5歳から5歳でしょうで、うん、今何歳最初のだから最初の人生の半分は第一言語が英語だったって言ってたの、うん、でまあいいやで そそうそう,そうだから、まあ、みゆちゃんの感覚でいうと「ポッドキャストはいはい」みたいな感じだったんだけどで多分だけどあの他の人たちは「ポッドキャストって何?」って思ってるしこのおお音が大事っていうことを全く気にしてないから後ろでみゆちゃんのお母さんめっちゃ洗濯物をガッチャンガッチャンやったり、うん、<laughs> ガジャーンってすごい音がノイズが入っちゃったよね申し訳ありませんリグリの環境音ですね。そうでまさかのそのそ みゆちゃんの部屋って大んの部屋と同じ部屋っていうかまあ同じ半分に区切ってるけどねそう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 長い大きい部屋をの壁がこう壁がちゃんと区切られてなくてだからあの大んが途中で入ってきちゃってっていうか入ってくるなって思ったんだけどあなた1回撮ったことあるでしょポッドキャストってなのに入ってきて大学に行くから。 センセンって入ってきてで時計とかはめながら「あごめん撮ってた?」って「撮ってたじゃないよ」撮ってるのも分かるでしょこの格好してたら」ってわりわり」で「静かにするから」とかで「静かにするから」を小さい声で言えばいいってもんじゃないのよね <laughs> もうそこ全カットだけどねでそれが終わったらその「あっ大君行ってじゃ始めようかで、ね、どこまで行ったっけもう一回始めようか」っていうところですごくそーっと真帆さんが「 て開けてドアを開けて入ってきて忍び足忍び足音を立てないで歩くのを忍び足って言うんですけど忍び足で入ってきて扇風機を取ってそれから「シー」ってポーズをしてまた出ていくという真帆さん、うん「<あ>真帆さん」って言っちゃった <laughs> 真帆さん「真帆さん」って言うんだけどその真帆さんあのそういう「シー」ってやったり音を立てなければいいっていう問題じゃないからって言ったけど全然分かってなくて。 で最後に入ってきたのがおばあちゃんおばあちゃんが一番おばあちゃんねひどかったひどいひどかった聞いた聞いてないか実際のやつ聞いてないでしょ<や>でってる途中に急にノックよノックゴンゴンってで、まあ、ノックノックももうねするしないもう関係ないの取ってるんだからゴンゴンってなんだよ次誰と思ったらおばあちゃんねガシャッガシャンって開けてで何あれ仕事てかあんた来てたの 何 <laughs> いつから来てたのでって言うか撮ってるやつ」つあ撮ってんの? <laughs>」本当あそうごめんごめん」っほんで昼ご飯はんは <laughs> <laughs> おばあちゃんっていうのはいつもいつもご飯をね気にする人そういうね、はい、人種だよねおばあちゃんっていうのはねどこの世界もお昼ご飯食べるのって「食べないもうすぐこれ終わったらすぐ出かけるからあ,あそう <laughs> おばあちゃんのいつも定番の。 あそうガシャンって閉めてタタタタタって降りていくというねもうひどかったもうそこは全カットしてあるんですけどもし聞きたい人があればいやもうあれ流せないわいもうひどいもん名前出たら、うん、名前出たところだけもうなんか隠して、うん、それ以外だったら出せるんじゃない逆にもうじゃだけどなんかそのおばあちゃんの声が小さすぎて「何何せの仕事仕事取ってる」とかんでなんか ちなみにポッドキャストは仕事じゃないし何で何なんですか<ど><は>じゃあそこ何なん,なんですかポッドキャストは仕事です仕事やん <laughs> そうじゃだけどそう仕事仕事って仕事にしてもさあなたの話でかな完全にこう遮ってるじゃん百歩譲ってさじゃあ仕事してたとしてもよまあいいやまあそういう感じでとにかくミュウちゃんとの録音は最低でした 本当にあのギはおかしい <laughs> あとねュウちゃんもいろいろ頑張ってくれていましたけどやっぱりねあの慣,れあの慣れたまだね、うん、まだまだビギナーですねって言って本当はリスナーさんが「いや美羽ちゃんの方が良かった」と思っとったらどうすんのめっちゃ傷つくよ。ということで「あの中間あ間違えた決まつ」ということでね「期末テスト」も終わった。 トラ君が帰ってきましたので、はい、の意味で終わりましたけどねいろんな意味で終わりましたけどあの <laughs> 終わったトラ君が帰ってきましたので、はい、また今週からも今月も7月になりましたけど皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまたミュちゃんミュちゃんまだあのねも、もうちょっと日本にいるんでミュちゃんを出せっていう人がいたらミュちゃんの声が好きだってミュウちゃんの可愛い声が聞きたい あのキャラクターにあったあの声が聞きたいっていう人はねあのメッセージくださいはいあの現実をね見ていただきたいけれどもねみゆ <laughs> ちゃんだけ顔出しにさせたいぐらいでねいやマジ顔出ししたらもうみんな多分リスナー引くよそんなことないよ<ー>じゃあみゆちゃん別にかわいいないかわいいよないキャラクター的にないいや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 もうあれはおもんない製造機やもん <laughs> じゃあ,、まあ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 、まあ、話は面白くないよみゆちゃんはけど、うん じゃあでもさほらみゆちゃんあれだよ5歳の頃からさアメリカ行っててさ何人か彼氏がいるよ何だとおいあと中学校でもさ中学入った途端に何かみゆちゃんがなんか結構仲良く喋ってた男の子がみゆちゃんのこと気に入ってとかみゆちゃんでもてるんだからあいつなんやねん <laughs> そうだよだア,メアメリカでもなんかあれだよあのねなんか好きな子がいて結構いい感じって言ってた <laughs> ISS な、I S <あ> S の行ったんじゃないその子のあれだよあ、なに、な、なんだった大学退学退学しちゃったんだったかな退学したか学校変わっちゃって言ったん<ー>まあでもなんかいろんな事件を起こして退学したって言ったね、けどまあその子にもモテてたし、うんうん、意味がわからないでまた今違う子が好きだって言ってたよあ,のあの顔だぞと思ってなんでみゆうちゃん可愛いじゃん,んいや可愛くないくねじゃあ,あの英子ほど可愛いくはないよ<え>じゃあ,ああいう可愛さじゃなくて違う違うもっとなんかアニメ 可愛い,いアニメっぽいなんか小動物っぽい可愛さがあるそれだったら俺もモテドロがいますなんでモテないんだろうね知らねえ小動物っぽいけど小動物っぽい女の子は可愛いけど小動物っぽい男の子なんて別に可愛く付きあいたくはないじゃんおい <laughs> おい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 あのねはいトラ君彼女募集中ですよかったらあの皆さんあのー、付き合ってもいいという人はメッセージをください <laughs> Tinder ポッドキャストになってきたよ Tinder ポッドキャストよ完全にこれは彼女募集中ですはいはい何今まじゃあまたあのー、しばらくの間2人で頑張っていきたいと思いますはいでは今回もまたスクリプトはウェブサイトの方から利用できますそれから YouTube の方もいろいろ改良を加えながら 頑張っていきたいと思いますので皆さん応援ぜひよろしくお願いしますはいチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いしますあとコメントもね待ってるのでそこでもねよろしくお願いしますはいではまた次回も聞いてくださいねさようなら,さようなら